2014年ウクライナ騒乱またはマイダン革命、尊厳の革命とは2014年2月中下旬にウクライナの首都キエフで勃発したウクライナ政府側とユーロマイダンでも参加者の暴力的衝突である。その結果として当時のビクトル・ヤヌコービチ大統領が失脚し隣のロシアへ亡命することになった。事実上、ユーロマイダン運動側がこの衝突の勝者となった。 新たな政権の発足や2004年憲法の復活、数ヶ月以内の臨時大統領選挙の成し遂げなど多くの成果を上げており、ウクライナの社会、政治に膨大な変化をもたらした。一方、新ロ派のヤヌコービチ大統領の失脚は、ロシアの猛反発を招き、ウクライナ領のクリミア半島のロシアによる併合と、新ド派武装勢力によるドンバス地方における、 戦争の勃発をはじめ国際的紛争の火種ともなった。ソ連崩壊後、ウクライナは数年間は汚職や経営管理の誤り、経済成長の停滞、フリブニャの閉下切り下げや公的市場からの資金調達という様々な問題を抱えていた。2000年代には欧州連合との良好関係を築こうと模索し、実際に EU と連合協定を結ぶ 当初、ヤヌコービッチ大統領は、この協定に署名する意思を示したが、最終的には、署名を拒否した。この背景には前述の経済難があり、EU 統合はひとまず先送りして、目先の冬を越すために、やむを得ず、ロシアとの接近を図った格好だった。しかし、これがユーロマイダンにつながる、反政府デモを引き起こした。ウクライナの治安部隊は、 デモ活動の鎮圧に努めたが、デモ活動は高まるばかりで、キエフの通りで、激しい衝突が起こった。2月21日に、ヤヌコービチ大統領と野党リーダーらが、危機回避の文書に署名し、政権側は憲法改正、大統領選の早期実施などの情報を行った。しかし身の危険を感じたのか、ヤヌコービチ大統領は、首都キエフを離れて、東、 ウクライナに脱出、憲法改正法への署名を拒否した。最高会議はこれを職務放棄とみなして、大統領の失職を宣言した。代わりに、議会議長のトゥルチノフ氏が、大統領代行を兼務することになった。大統領選は5月25日に投票が行われることが決まった。新たに発足した暫定政権は、EU 協定の署名と国の司法制度、政治、 財政、経済政策の改革に合意し、国際通貨基金は前述の改革の実行を条件に180億ドル以上の融資を約束した。一方で、暫定政権の発足に否定的であったロシアは、ヤヌコービチ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行った。アメリカ合衆国連邦政府の ヌーランド国務次官補とパイエと中ウクライナアメリカ特命全権大使とのヤヌコビッチ政権崩壊後の新政権人事の協議をしていた2014年1月28日の電話会談が暴露されウクライナの反政府デモを主導したのはアメリカ合衆国であった。キエフにおける反政府デモ活動は抗議者と警察の衝突が 発生した2014年2月18日に突如、終わりを迎えた。数日間に13人の警察含む82人が死亡しており、1100人以上が負傷しているキエフの独立広場で行われる大きな集会に集う、抗議者たちキエフにて、線を形成する、機動隊2010年に、ヤヌコービチが大統領に選出されると、憲法裁判所は2004年の会見を意見としたが、 2014年2月18日、約2万人のユーロ前団の抗議者は、ウクライナの2004年の会見を復活させるよう求め、ウクライナ議会へ進んだ。しかし、警察がその先を塞ぎ、対立は激しさを増すことになる。BBC は特配を挙げ、どちらも違反者であると報じている。警察は、キエフの独立広場の一部、抗議者のキャンプの撤去を行い、 また数千人規模に及ぶデモ鎮圧のためゴム弾やアサルトウェポン、スナイパーライフル含む弾丸のほか、催涙剤やスタングレネードを使用している。抗議者もまた大岩やワット、銃器、火炎瓶を使用、抵抗しながら地域と本部への侵入に成功する。ユーロマイダンの本部であった労働組合ビルは火災による被害を受けた。政治評論家はウクライナは、 内戦の瀬戸際に立っていると示唆した。リビウ州など、中央政府からの政治的独立を宣言した地域は、数多い。2月19日、当局により事実上の非常事態宣言が発令され、検問所の設置や警府の学校閉鎖、公共交通機関の規制などの措置がなされた。2月20日、ビタリーザ・ハルシンコ内務大臣は抗議者に対する、 実弾の使用を許可する行政命令を制定したと発表した。これに対して、抗議者は、軍隊の使用を非難、内務省などのすべての機関に中止を要求する、要署名活動を行ったと発表。議会議長のボロディミール・バシーリョービッチリーバックはこれら、抗議者に対する軍事行動を行うとした。議会は、ザハルシェンコの行政命令の執行を猶予している。キエフは、 衝突が続いており、直近48時間の衝突では少なくとも死者77人となっている。ヤヌコービチ大統領は2月21日に野党指導者との妥協案に署名し、会見を約束した。また、12月に早期選挙を開催するよう呼びかけている。合意はされたものの、未だキエフでは数千人による抗議活動が続けられており、議会や 内務省など、キエフ政府地域の全体を支配していた。2月21日、議会に弾劾についての法案が提出される中、ヤヌコービチ大統領が南東部で行われる会議へ出席するためハルキウへ出発したとメディアが報じている。2月22日、抗議者がキエフを実行支配しており、また、ヤヌコービチ大統領が首都から ウクライナ東部へ逃れたとの報告がされた。ベルホーブならアーダは、ヤヌコービチ大統領の弾劾を決定、5月25日に大統領選挙を行うことに反対なしの賛成328票を得た。2月23日、暫定大統領としてオレクサンドル・トゥルチノフが、議会議長より選出され、2月24日には、ヤヌコービチ元大統領に向けた。 逮捕状が新政府により発行された。以降数日にわたり、クリミアでは、新道派の政治家、活動家による集会が行われ、彼らはロシアに対し、勢いの増すウクライナのファシストたちからクリミアを守るようにと要求した。2月28日、ヤヌコービッチ元大統領は、ロシア南部で行われた、記者会見で、ロシア人記者からの質問に答えており、それによると、 5月下旬に予定されている選挙を違法だとして参加しない意思を表明し、また2月21日に結んだ行為が状況安定につながる可能性があるとしながら野党は同意しなかったことを述べた。3月1日、ウラジーミル・プーチン大統領のウクライナのロシア軍配備要請がロシア議会により承認された。キエフにて反 EU とユーロマイダンの抗議者ヤヌコオビッチは リトアニアの首都ビリニュースで行われた東方パートナーシップ会合で欧州連合との政治、自由貿易協定の署名を拒否しており、ロシアとの緊密関係を模索し始めた。これに起因し、2013年11月に最初の抗議活動が生じている。ミコラー・アザルフ首相は200億ユーロの融資、援助を必要としていた。欧州連合は6億1000万ユーロの融資を、 提供する意向であったのに対して、ロシアは150億ドルの提供に加え、ガス価格の引き下げの意向を表明していた。また、欧州連合は、資金提供の見返りとして、ウクライナに法律の改正、改革を要求しているが、ロシアはそれを要求していない。ロシアはウクライナに、経済的な圧力をかけ、欧州連合との交渉反対の、プロパガンダキャンペーンを行っている。 ヤヌコービチは、ウクライナ西部では、不支持されているが、ロシア語話者が多い南東部では、支持を得ている。当初の集会は平和的であったが、ヤヌコービチ支持者により管理されている議会で、抗議の抑圧を行う法律が可決されると、2014年1月には、暴力的な集会に変貌した。欧州連合とアメリカは、ヤヌコービチに争いを平和的に解決するために、 交渉するよう促し、暴力の責任が問われた場合は、政府関係者に制裁をかす旨述べた。2月の暴動が生じるまで、積極的行動主義の抗議者は、建物の占領を止めるのと引き換えに、刑事告発を免れるとする恩赦が行われた。結果的に占領した建物から立ち退き、また、キエフの活動家がフルシェーブスコホストリートを退去した。2月16日には、 キエフ市長者が政府により管理されるようになった。これまで抗議活動に参加した人は2月17日以降、釈放予定であった。2月14日、ヤヌコービチは様々な方法で解決する、要奨励、先導されたが、戦争を望んでいない。そのような方法を徹底的に使うことで何かしらの意思決定をしたくはないと述べている。また、すべての政治家に対して、 求進主義の自粛とともに行動も法律で許容される範囲を超えないよう理解を求めた。2013年12月17日のウクライナ、ロシア間協定ロシアとのさらなる関係を構築しようとするヤヌコービチの姿勢は抗議活動の大きな動機となった。やがて、ロシアからの150億ドルのうち20億ドルの資金調達を受け入れたが、これは、 プーチン大統領との良好関係を模索する兆候として解釈された。ロシア当局は、ウクライナ政府に対して、抗議鎮圧に向けた決定的な行為を取るよう圧力をかけており、ロシアからの20億ドルの資金調達が行われた、数時間後にユーロマイダンの抗議者に対する警察の攻撃が命令されている。欧州各地の政府閣僚はロシアが事態を、 悪化させたとして非難した。2月20日のインタビューで、ロシア連邦軍参謀本部情報総局大佐を務めていたアレクサンドル・ムシェンコはこの争いは力で解決することが可能で、ウクライナは独立国家として存在し得ないことを証明したと述べた。ヘンナディ・モスカル元内務次官が公表した政府の文書では、抗議者の鎮圧に関する助言を行っていることが示されている。 それによると、作戦名、ウェーブ、ブーメランとある作戦は、群衆を追い散らさせ、抗議者の拘束のために狙撃兵を用いるといったもので、ある。計画には2万2000人の治安部隊をキエフに配置するといった内容も含まれている。文書内では、ロシア連邦軍参謀本部情報総局、元副議長は、キエフホテルに滞在、準備に、 大きな役割を果たしたことについても触れられている。しかし、文書の信頼性については確認できず疑わしいと、ロイター通信は報じている。アルセイン・アバコフ内相は一連の争いについて、ウクライナ以外の第三者によって引き起こされたとし、調査が進行していると述べている。2月21日、約100人を殺害したことによる撤収が失敗すると、ヤヌコービチは、情報を見せた。 これに対し、ロシアのドミートリ・メドベージェフ首相は、ヤヌコービチのいい加減な行動を止める必要を指摘、また資金提供を控えると述べた。ロシア政治顧問のサルゲー・アレクサンドロビッチ・マルコフは、野党が権力を乱用しないよう法律で許容される、範囲内における全てのことを行うと述べた。2月24日、ロシア外務省は、ウクライナ人に過激派が権利を確立しないよう促す。 声明を発表、メドベージェフ首相は、ウクライナの暫定政権を合法だとは認めなかった。2014年4月3日に行われた、ウクライナの新たな内務省、最高検察官、最高治安責任者の記者会見では、抗議者の弾圧には、ロシア連邦安全保障局の職員30人以上が、関わっているとし、キエフ付近の空港に、多量の爆発物を持ち込んでいると述べた。 ウクライナ国家安全保障局暫定局長のバレンティン・ラリーバイチェンコは、ロシア安全保障局の職員がユーロマイダンの抗議者弾圧のためにキエフに駐留しており、ロシアにウクライナの治安を報告しているとして、また反テロリスト活動の計画、実行に参加した証拠を立証していると述べた。また、調査では、オレクサンドル・ヤキーメンコが、 ウクライナ駐在のロシア連邦保安局捜査官から報告を受け状況報告会を開いていたことを明らかにした。このことについてロシア連邦保安局は根拠のない主張として否定事実であった場合のコメントを拒否している。2013年12月、ジョン・マケイン共和党上院議員は全ウクライナ連合自由総裁オレフチャフニーボクと野生肉を訪ねた。 同年12月15日のガーディアンが報じたところによると革命を支持した大衆に呼びかけたというビクトリア・ヌーランドアメリカ国務次官補とジェフリー・ロウスパイアット在ウクライナアメリカ大使の会談でアメリカの利益を考慮に入れたウクライナ崩壊についての計画が取り上げられている具体的な新政府としては以下のように会話されているヌーランド・クリッチコは政治に必要だとは思えないし いい考えだとも思わない。パイアと政治に関わる課題、内容は一任させてもいいのではないか。ヌーランド、ヤチェニュクは経済に関する経験を有している人だと思う。クリッチもまたヤチェニュクのために働くかもしれないが、うまくいくとは思えない。国際人がいれば役に立つのに、ヌーランドは同じ会談でヨーロッパ人という言葉が記録された。 初期の衝突バリケードを築くデモ参加者軍隊を運んでいたトラックが、キエフ市の中心で燃えたのは2月18日のことで、あったレンガや火炎瓶を警察に投げつける抗議者2月18日の夜、ウハセクターはすべての党員に平和構成の準備をするよう呼びかけ、マイガン集団連合はすべての市民に学生組合が参加することに同意した平和構成に参加するよう勧告しており、 2月18日の朝には8時30分に議会へ向けて更新することを報告している。同日朝、2万人に及ぶデモ隊がベルホーブナらーダに向けて更新した。議会は野党による会見、政府に対する要求の受け入れを検討するとしている。9時45分頃、デモ隊はウクライナ中央警察署付近の輸送トラックのバリケードを破壊し、非常線を押しのけた。 衝突の発生は24人のデモ隊が警察車両を動かしたことにより議会に通じる道を閉鎖した後のことであった。10時、全ウクライナ連合、祖国党員のレジャーユリウィブナ・オロベット国会議員はショットガンで武装した警察がショブオビッチナストリートとリプスカストリートで先行弾やスタングレネードで攻撃し始めたことを報告した。十時八分、警官隊が ベルホーブナラダのビルに近づくにつれ、抗議者は警察官の別の非常線から抵抗、抗議者の数は膨れ上がり、5万人に上昇したとの報告がされた。10時18分には舗装された道路破壊のためとみられるインスティチャツカストリートでの爆発、爆炎が報告され、抗議者が警察官に対して石畳を投げるなど、過激の様相を見せ、当局者もまた、 抑圧のため群衆に向けて、スタングレネードを投げる始末であった。ディナモスタジアムに立てこもり、タイヤに着火した抗議者もいた。10時30分、議会は2004年憲法を復活させるか投票を行う予定であったが、ボロギミール・バシーリオビッチ・リバックが議案を登録しなかったため、実現しなかった。10時33分、抗議者と警察の衝突がショブオビッチなストリートに、 移り始めた。抗議者は、マリンスキー公園にいたヤヌコービチの警察官に、お前らは傭兵だと言いながら、200フリブニャ紙幣を彼らの面前で振り始めた。活動家のオレクサンドル・アロンツェは、狙撃兵が一般人を標的にしていると、報告、11時までに重傷を負った抗議者は、数多い。抗議者により、火炎瓶が投げられ、ショブコブニーチャストリートでは、 ランプトラックのバリケードが燃やされている。11時10分頃に警察官はショットガンを使用し始め、また屋根の上から群衆に向けて手榴弾を投げている。リビフ内戦部隊の本部周辺にて抗議活動により燃えたバリケード地域等の奇襲と警察の報復11時23分、ベルクト特殊部隊は群衆に攻撃しようとしたが逆に抗議者から攻撃されている。 その2分後、抗議者が地域党本部の玄関口を破壊したことが報告された。11時30分には、ジャーナリストの立ち穴チョルノビル含む抗議者が地域党本部に放火している。その後12時30分までに地域党本部は警察による管理になっている。12時12分、健康大臣、ライサ・ボガティロワが抗議者に襲われるも無事に逃げている。 13時までに数千人の警察が政府地区を包囲、抗議者を追跡し始めた。一人の抗議者が頭に負傷しており、警察官を起訴することが道理で、他の皆も壊していると、キリフポストに語った。内戦部隊と抗議者を分断する防御線13時30分、インスティチャツカストリートの4人の役員が、ビルの上から群衆に向けて、手榴弾を投げると、抗議者がそのビルを攻撃。 一部を燃やした。抗議者は屋上に移動、警察に退去するよう強制した。2月18日では最も激しい衝突として扱われている。ベルクトや国内軍は本格的に群衆に対する攻撃行動を開始した。放水砲を使用して突撃した警察官も報告されている。18時までに催涙ガスを用いていた警察官は マリンスキー公園から1万人の抗議者を追い出すことに成功している。しかし、デモ隊は手榴弾を投げ、煙で公園を満たす抵抗を続けた。また、反政府の活動家が、親政府派と反政府の軍徒で分断しようとしている。AK-74 のアサルトライフルで武装した警察の写真が公開されている。ヘンナディ・モスカル議員はこの警察が、 アルファ部隊であると推測した。ベルクトの指導者である、ウラジーミル・クラシェフスキーは、黄色い腕章を含む黒く武装した、国内軍の避難の助けになるよう派遣された。抗議者は、サイド市役所を占領した。また、ロシア国営新聞イズベスチアによると、バット、鉄棒で武装した、野党活動家が地域党疫衆、バレリー・コンスタンティノビッチ・ザハロフを死に追いやったという。 マイダンへの前進抗議者と国内軍の衝突15時45分、数百人の警察官が議会に向けて進み、抗議者に向かって攻撃した。これについて警察官はインスティチャツカストリートのキリフポストのジャーナリストのガスマスクをつかみながら、私も皆もこれが好きだ。と述べたという、キエフの衝突で地面に倒された警察官16時、 ウクライナ治安局のオレクサンドル・ヤキーメンこと内務大臣代理のザクハルチェンコ長官は抗議者に向けて18時までにこの無法が終わらないものなら我々はありとあらゆる法的手段を使って命令しなければならないと公に警告した。警察官は10月宮殿の抗議者に向かってインスティチャツカストリート沿いの橋からレンガを投げているなど暴動とも取れる行動を取るのが多くなっている。 20時未確認の50人がカナダ領事館に侵入しようとしている旨報告があった。マイダンでの攻撃警告後、警察は独立広場に数千人の抗議者のために銃器、放水砲で武装した兵士を派遣した。テントを家代わりにしていた抗議者は燃えた。警察は明らかに武装した個人であり、反テロ活動の一環として必要であったと兵士の行動を正当化している。 野党指導者、アルセニーやツェニュークは、両者に朝まで停戦するよう求め、抗議者はタイヤなど、燃やしたものを積み、治安部隊との間で火の壁を作っている。テレビチャンネル5コンの放送は、ウクライナ全土で閉鎖されているが、衛星を介してでは、利用可能であり、YouTube のライブも、利用可能であった。数時間後にサービスを再開している。キエフの労働組合ビルは、 警察攻撃後、ユーロマイランの本部として用いられた22時頃、警察が独立広場東部の抗議者の防御線を越えたと報告された。占領された労働組合ビルを取り返そうとしているが、失敗している。大統領補佐官、ハンナ・ヘルマンは、元の平和に戻り、群衆が後ずされば、政府と野党の交渉がされるに過ぎないとし、加えて、さらなる武装対立の要求は、 ウクライナ国民と政府に対する大きな犯罪であると述べた。ウクライナのビクトール・プションカ検察官は、この抗議の主催が責任を持つべきであり、最も重い刑罰を要求すると述べている。活動家は、翌日1時35分に消えた街頭が、決定的な攻撃の始まりを示していると信じたという。野党指導者とヤヌコービチ大統領の会談。 ヤヌコービチ大統領との会談を終えた野党指導者ビタリクリチコは会談が成功しなかったことをフロマドスケテレビに語った2月18日に生じた20人の死者に対して責任があったというヤヌコービチ大統領の主張に1時間以上耳を傾けそれによると抗議者が独立広場を去ることを強制するよう要求したという伝えられるところでは 野党指導者を刑事告発で脅したとのことである。ヤヌコービチ大統領は、ウクライナのテレビで、野党指導者に向け、法執行機関と衝突する根本的な要素から私は逃れると述べ、そうでないならば彼らと別の話をするだろうと、語っている。野党指導者は民主主義の基盤を無視しているとも付け加えている。2月20日。 野党3党は我々は決して人々を武器と呼ぶことは内輪にかなった位置にあり、おののの死亡は我々一人数とにおける個人の悲劇であると声明で主張している。その後、当局者は政権交渉のために多くの人々の死を招いた政策は不愉快極まりないものだが可能な限りすべてを行う。しかし流血沙汰を防ぐのは不可能であると述べている。 抗議行動を解消することは逆効果で、非現実的であり、毎段をまとめたのは我々ではないし、それを分散させるのも我々ではない。彼らの要望が、いつどのように満たされるかによって一人数とが何をするべきか決めるべきだとも語っている。抗議者に対して、ファランクスを形成している、国内軍。後ろに立っているのはベルクトである。 キエフ地下鉄や主要道路は警察により閉鎖されている。フレッシャーアーティクの大半の店も閉鎖されており、ユーロニュースの特派員はバリケードから離れる生活は、いつものように仕事だと述べている。早朝、チフスキーは二人の抗議者に対して発砲、うち一人が殺されており、この時点で、死者は合わせて26人に上がっていた。ウクライナ保安庁は反テロ活動を開始、 情報部は権力を奪取しようとする違法行為関係で無名の政治家を調査し始めた。保安庁のウェブサイトによると、反テロ活動開始を決定した経緯には、保安庁の他にも内務省、ウクライナ国防省、ウクライナ宗教警備隊を中心に、地方政府が関係しているという。このことについて、政治評論家、タラス・ベレソベットは、治安局は裁判所命令や法的保護なしに自由に、 抗議者の検査ができ、資産も応酬することができ、拘束することができると述べた。早朝、俺なる歌手は、根本的な措置を認めない宣言に関する署名について野党が拒否したことを発表。ヤヌコービチ大統領は建物を占領して、武器を応酬することをやめさせるよう野党に要求している。もっとも、野党はこれを認めないと思われる。防衛大臣のパブロ・レベドイエフは、 ドニプロからキエフに数機の空挺部隊を送ったことを認めた。暗号化された電報が発見されている。新たに任命されたユリーリー・イー・リン・ウクライナ軍参謀総長は軍隊配備のために直接命令を発令している。また、2月19日にはアス -26 軍がロシアに機密飛行を行っており、反暴動兵器、弾薬の大量奪取が行われている。 2015年に知られたことである。ユーロニュースの特派員は、ウクライナ全土から抗議者が来訪、独立広場に密集していると報じた。14時50分までに、約5000人が四角形状に集まっている。ウファーセクターは、郵便局が新しい拠点として機能し、キエフ中央郵便局や、テレビラジオのための国会委員会を占めていた。ユーロマイダンの本部である、 燃えた労働組合ビル狙撃兵の視界を遮るために、キエフ音楽院付近でタイヤを燃やしている抗議者、ヤヌコービチ大統領は、ウクライナ軍参謀総長、ボロディミールザマナを、解任、海軍総司令官であったユーリー・リンを新たに、任命した。防衛省は、軍事施設の守備に向けて、ウクライナ全土に部隊を配置していると発表しているが、保安庁監督のオレクサンドル・ヤキーメンコは、軍、 武器の基地数箇所が攻撃されていると述べている。欧州投資銀行はウクライナにおける活動を凍結しばらくの間はウクライナで仕事をする人々に無責任な政治的に間違った状況をどうにかするよう述べている。夜遅くの政府と野党指導者の会談後、双方は停戦宣言を行い交渉を行うことに合意した。政府側はこの流血沙汰を得、社会平和、 国の状況を安定させる目的で交渉を開始することに同意したとヤヌコービチ大統領は声明で述べた。野党の政治家であるヤツニュクは停戦宣言は夜間に攻撃をしないというヤヌコービチ大統領の約束時が関わっているとしている。ウファセクターはこの停戦に同意していない。ユーロニュースの独立広場の報道官は抗議者が増えていると報告。また、 多くの人々のインタビューでは、被害者の方が多く、ひどく殴られるほどまた抗議者が増えるだろうと述べている。警察、狙撃兵零0時35分、ヤヌコービチは2月20日を抗議により亡くなった人々を、痛む日であることを宣言したと、インテルファクス通信が報じている。3時50分、活動家は抗議の間、ロシア内務省職員の制服から肩のパッチを取ったと、し、 ロシア関与疑惑の証拠として提出したと主張した。停戦合意が結ばれたにもかかわらず、独立広場は抗議者による銃声が響いたという。4時20分、イバーノ・フランキー・ウシクに5台の抗議者を乗せたバスが到着した。両者は争いのために互いに批判し合っている。ヤキイメンコは、ウクライナのユーロマイダンの政府が2月20日に、狙撃兵を雇う責任があると主張している。 ウクライナ大統領府は、狙撃兵が、抗議者による攻撃を受けたと主張。スナイパーライフル含む銃器を使っていると述べた。抗議者は、火炎瓶や爆発物を投げ、戦争の開始を警察に促した。野党政治家のクリチコは人々を攻撃することで、対立関係を作るために武装した凶悪犯は、放たれたのだと述べた。9時25分、キエフ音楽院に、 治安部隊が火をつけようとすると、抗議者は、ベルク島を10月宮殿へ押し戻した。なお、10月宮殿は負傷者の手当てのためにも、使われている。9時32分、議会の召集が行われないことが発表された。ユーロマイランの抗議者は盾や火炎瓶を所持しながら、警察に向けて行進し、退去させた。結果、独立広場は再び抗議者による支配に戻り、 67人の警察官が捕らえられた。10時49分、10月宮殿付近の防御線で衝突の最中、ウクライナの家で眠っているところを法執行機関の職員が逮捕された。大半の男性は18から19歳であり、訓練もなく警棒のみで武装されているだけであった。軽傷は医師により治療されている。捕らえられた警察官はクリミアやドニプロ、 クルイビー・イリーフやルハーンシク東部の出身であった。国内軍も衝突の間に降伏し、ウクライナエネルギー企業の本部及び10月宮殿で捕虜となった。キーウポストによると、10時時点でもデモ参加者は1万から2万人ほど残っていたという。ウクライナ独立通信社の特派員によると、独立広場には3万人を超える人がいたという。10時55分。 アンドリー・クルイエフは、ヤヌコービチ大統領は要求されたウクライナ憲法の改憲について、野党との合意を結ぶ準備ができていると発表、衝突が政治家に迅速な合意を結ぶ原因となったという。マスクをしている、エアライフルを持った抗議者抗議者の拠点の一つとなっているキエフとリビウの電車は一時的に運転を停止した。広報担当者によると、これは、 電線の損傷が原因だという。偶然ながら、武装器具が、リビウにある内務省の武器庫から押収され、キエフ郊外へ運搬されたという報告がある。キエフ州統治機関のボロリミールマ経営援校は、地域等を辞任したが、キエフ州が確実に機能するようにと、キエフ州統治機関の任務を継続している。その後、キエフ地下鉄に再開するよう命じたが、15時までに、 地下鉄が再開することはなく、地上における輸送もあまりない。部分的ながら、地下鉄は夕方に再開しているが、乗り換え駅は引き続き閉鎖されていたキエフにある、中ウクライナイギリス大使館は一時的に閉鎖された。ラジオフリーヨーロッパは、警察の特別部隊が、抗議者に対して AK、AK-74 や、スナイパーライフルを撃っている映像を公開した。 ザクハルチェンコ内務大臣は反テロ活動の仕事の一環として関連した命令に署名し、法執行機関は戦闘武器を備え、法律に沿って警察と同様に使用されるだろうと述べた。内務省のウェブサイトでは、機動隊は抗議者に人質がいる場合、武器を使用する権利を持てるということが書いてある。また、狙撃兵が警察官20人を負傷させたと述べている。 15時にインテルファクスウクライナ通信社は無名の個人がキエフ大統領行政ビルに向かっている影響で銃撃や爆発が発生したと報じている。ユーロマイダンの自衛隊は抗議者に独立広場を出ないよう繰り返し訴えた。外交上の奮闘衝突は3人の外務省が訪問する前に発生した。ウクライナの野党による妥協案を促進するため、 ヤヌコービチ大統領に会うことになっていた。会議は安全上の理由で1時間遅れて開始された。会議前、フランスのファビウス外務省は BFM テレビのインタビューに対して、ウクライナの政府による選挙以外に解決策はないと答えている。会議は6時間にわたって続いた。当時のポーランドの首相であるドナルド・トゥスクは、記者団に対して年内早々に大統領、 議会選挙を行いたいというヤヌコービチ大統領の意欲に同意したと述べている。また、ヤヌコービチは今後10日以内に国家統一政府形成を目指し、夏になる前に会見の意思があったと述べた。関連文書の署名について交渉する予定であった。ヤヌコービチ大統領とロシアのプーチン大統領間で電話会談が行われた後、ロシア人権委員会代表のウラジーミルルキンは、 ヤヌコービチの要請により政府野党間の交渉の仲介者として派遣された。アメリカはウクライナ当局者20人に対して政治的抑圧に関係する人権侵害をこちらにも命じる責任があるとしてビザ禁止措置を取った。欧州連合も政治的抑圧に関係する人の金融資産凍結。 ビザ禁止措置及び政治的抑圧のために使われた武器などのウクライナへの輸出禁止の措置の発表を行っている。欧州理事会はウクライナの情勢に照らして実施する規模を判断すると結論を出した。ウクライナの政治動向地域党党首のオレクサンドル・イェフレモフはウクライナ南東部の独立宣言について法執行の仲介者や地元の町と国から独立する。 可能性について議論するためルハーンシクを訪れた。クリミア最高評議会議長のウラジーミル・コンスタンティノフはモスクワを訪れた。その場で仮に戦争が起こるなら、クリミア自治共和国はウクライナから独立するであろうと発表した。地域党所属議員のセルヒーティ・ヒーピコは、野党議員の交代やボロリミール・バシー・リョビッチ、ライバックベル・ホーブナ・ラーダ最高議会議長の辞任。 早期選挙を要求している。その際、こう述べている、大統領、最高議長、首相代理、野党指導者、国の状況を完全に把握していないのみならず、平和のための解決策すら提示しない。これは対慢に他ならないものであり、これがさらなる対立、死者の増加に至っている。この国の危機を解決するためには、交渉より進んだ段階に踏み切ることが必要である。 夕方、ティヒピコは、野党政治家のヤチェニクとクリチコと会談を行った。キエフ州統治機関を務めているボロディミール・マケーエンコと17人の上院議員が地域党を離党した。リューネ・トジトーミルでは、地域党から多くの議員が離党している。地域党、所属10人と無所属議員2人は、ウクライナ憲法会見を含めた大統領の政権復帰を求めた。また、 ウクライナ国民に対して制約を締結し、抗議において法執行機関の参加が、ウクライナ国民と抗議者、ギャングが関係しているのを許さず、犯人の後追いのため銃器を注文しているという治安部隊を訪れている。16時42分、議会は緊急招集された。地域等は参加していない。ウクライナ独立通信社の特派員は450人の、 うち227人の大半が野党から一部地域党所属議員もいたという238人のうち236人が最近の暴動を非難する抗議者に対する武器の使用また同じ理由で展開される軍隊と警察の撤退を求めたウクライナ共産党や地域党は約8割の欠場を決めた議員は国内軍、ウクライナ軍、保安庁や 他の政府機関がウクライナ憲法に反したとして反テロ活動の実行を禁じた。議員はまた独立広場、道や橋、キエフと他の都市に通じる通りを塞がないよう命令されている。地域党所属議員は新たに反危機団体を形成することに合意した夜遅く、地域党から5人の議員が離党したことが発表された。クリミア最高評議会は2月21日に 臨時会合の開催を要請している。クリミアタタール民族会議は、ロシアの軍事介入もあり、明日、クリミア半島に混沌、災害がもたらされる決定を下す日になるかもしれないと述べた。クリミア半島は独特な地政学的性質や人口統計というのもあり、クリミア半島に対するロシアの干渉の可能性については、数人の学者により検討されている。 2月21日、ユーロマイランに集う群衆武装勢力軍の副参謀長であるユリド・ユーマンスキーは、対立における軍の関与に同意せず、辞任した。その際、軍は、紛争に関与しており、これが大量死を招く、可能性があると述べている。ジャーナリストのアルテムシェフチェンコは、BTR10 機がコサチア湾から出発し、護衛されながらも、ロシアの国会艦隊に着いたと、 ウクライナ軍が発表したと述べた。また、シェフチェンコは1500人の空兵、400人の海兵が2月20日に保安庁の指揮の下ハンテル活動のために移動したとしている。地域党所属の多くの議員やその家族が首都を逃れた、報道がある。内務大臣のザクハルチェンコと、検事総長のビクトアップション化も含まれているという。その後、マイダンの活動家は2月20日に捕虜となった。 国内軍兵士を解放、またラデーフの全員の警察官が、キエフの抗議に加わっている。ウクライナ保安庁は2月19日、正式に反テロ活動の準備を終えた。交渉ウクライナにおける政治的危機の解決に関する合意の締結については、数時間にわたり交渉が行われているによる。公式の合意と呼ばれることがあるが、非公式に2月21日の合意と呼ばれる。 野党指導者や大統領により夜通しの交渉が行われ、署名に至った。2004年の会見の復活、同憲法の9月までの復活、2014年12月までの大統領選挙の実施、政府や野党、欧州評議会の抗議についての共同調査、非常事態強制の拒否権、2月17日以降逮捕された抗議者に対する恩赦、 抗議者により占領された建物の降伏、武器の回収、新選挙法施行による中央選挙管理委員会の設置などが盛り込まれている。参加国の外相はこの文書に関係者として署名している。ロシアの仲介者、ウラジーミルルキンは署名する義務がなかったとして、強引には署名していない。議会は386対0と満場一致。 2004年の会見の復活を採択、暫定政権の閣僚宣言も332対例と全会一致で採択された。ユーリや、ティモシェンコの釈放を可能とした刑法の修正も含まれた。地域党、所属22人、共産党員32人を含む310人の議員に対する招致が可決された。マイコラルドコフスキーは、 ヤヌコービチ大統領の弾劾法案を提出した。議会は夜遅くに内務省の軍隊や警察官に宿舎、兵舎に戻るよう命じる決議を採択している。取引の影響をベラルーシ人民共和国旗の前に立つウハセクターの活動家。ウハセクター指導者のドミトリー・ヤロシはこの犯罪政権が悪意極まりない重大さを理解していないという。 明らかな事実を述べなければならないと述べている。合意には内務大臣ザクハルチェンコの逮捕に向けた準備を含まない。一般人の殺害に関与しているベルクト指揮官の処罰、検事総長、国防大臣の解任、地域党と共産党の禁制、異議申し立て人の安全保障が含まれた。政府から権力が完全に取り除かれるまでの間、人民革命の継続を求めている。 ユーロマイダンの指導者、アンドリー・パルビーは、早期選挙が開催されると主張、抗議者の主な要求の一つには、ヤヌコービチ大統領の弾劾であると繰り返し、訴えた。オートマイダンもまた、ヤヌコービチ大統領の辞任を受け入れると発表した。クリチコは、ヤヌコービチ大統領と握手を交わした後、独立広場で群衆に向けて謝罪した。抗議者は、 野党指導者にヤジを飛ばしながら取引に応じた。活動家のボロディミール・パラシクは翌10時までにヤヌコービチ大統領が辞任しなかった場合はクーデターが生じるだろうと警告した。オレ・フレシコは大統領は辞任するか我々が連れ去るかという言葉を繰り返し発した。キエフ郊外では新動派の政治家ビクトア・メドベドシクの夏の家が放火されたところ 夜になると、大統領府やその周辺、ポーランド外相のラドスロー・シコルスキーは、合意にはなかった点に留意しつつも、軍の撤退については驚くべきことだと述べた。警察官は、ヤヌコービチ政権による暴動の責任が負わされる、ことを恐れ、2月18日2200丁のピストルと AK、AK-74 を盗み、リビウの政府機関の建物を占領した。 ウクライナ内務省は指導権のないまま残され、副内務大臣のビクトル・ドボヒクは、機動隊に、キエフを出発するよう命令した。野党政治家のセルヒー・パシュンスキーは5000人の役員、内務省軍、他の特殊部隊のための護衛を手配している。機動隊が姿を消すと、アンドリー・パルビーは、ユーロマイダンの自衛隊は、キエフとその政府機関を平和的に制御したと報告。 軍隊は野党を支持していた。地域党から28人の議員が離党した後、新たな議会の連合が設立された。特別な立場にある31人の代表によるグループは地域党所属議員に投票を促すためセルヒー、チヒプコにより設立された。キエフの記念被最初の衝突後、26人の死者が報告された。79人の警察官、5人のジャーナリスト、 三人の未成年者が入院している。医者のオルガ・ボゴモレットによると、狙撃兵は心臓や肺、頸部を狙っていると述べた。ユーロマイランの死者一覧も参照。2月18日から19日、保健省による公式の死者数は28人で、うち10人がベルクと警察官である。2月20日13時までに少なくとも34人の抗議者が警察官により、 致命的な傷を負っている。多くの特派員や記者は遺体を確認している。夜、キエフポストのジャーナリストは、キレシチャツカストリートで8人の遺体を確認した。独立広場の医者は2月20日17時30分までに、70から100人の抗議者が亡くなったとしている。キエフ州政府は確認した67人の死者を報告した。保健省は,は、争いエストニア外省。 ウルマス・パエットとキャサリン・アシュトン欧州連合外務安全保障政策上級代表の電話会談を CNN は傍受したと報じた。パエットは野党が複雑化することを意味していないもので医者の証言内容を中継しているだけであったと主張した。抗議者ベルクトから攻撃を受けたと主張しているオルが、ボゴモレットはそのようなパエットに対する要求はないと述べた。野党が 殺人に関与していることを意味しておらず、政府は調査中であることを知らせている。ウクライナの主要治安機関、内務省の副官ヘンナギ・モスカルは、ウクライナ新聞のドセルカ・ロティニアに掲載されたインタビューで、内務省や保安庁の狙撃兵が銃撃の責任を負い、ソビエト時代における非常事態の計画に従事したことが明らかになっている。新聞内では、 以下のように述べている、狙撃兵は抗議者だけでなく、警察に対して発砲しろという命令を受けた。広場をすがすがしくするために、警察の活動が正当化されるように、対立を拡大をさせるために行われたことだ。モスカルは、現在の内省である、アバコフト保安庁のナルバイチェンコが計画を実行した、人を保護することで、内務省に対する反発を防げるとして、提案している。 アバコフはこの内戦は、ウクライナ以外の第三者により誘発されたものとして調査中であることを明かした。2014年3月31日、狙撃兵がロシアで訓練された保安庁の反テロアルファ人員である証拠になり得る写真、映像がデイリービーストにより公開された。同メディアは、アルファの人員は、ウクライナ国民であるが、抗議者に銃撃したのは、 ウクライナの機動隊でないことを示唆しているとした2月21日、ヤヌコービチ大統領と議会は2月22日から23日を、抗議の結果失われた人命を痛む日であると宣言した。2月22日、ライバックは病気を理由に議会に辞表を提出した。ヤヌコービチは、ハルキウを訪れたという報道があったにもかかわらず、所在は不明であった。オレクサンドル・トゥルチノフは、 ザクハルチェンコ内務大臣含む大部分の閣僚が姿を消したと述べた。議会では5月25日に大統領選挙を実施する案が447人中328対0で可決されスケジュールに組まれた。議員たちは憲法で記載されているところの弾劾方法に従わなかった。ヤヌコービッチ大統領は憲法違反であると宣言。 緊急事態を早期選挙を行う理由として挙げた。議員はトゥルチノフをベルホーブならだの議長と大統領代行に任命した。トゥルチノフはヤヌコービチ大統領が辞任することに同意しているが、コモンとの協議後に否認、辞表を提出した。ヤヌコービチはトゥルチノフが辞任しないか出国しないかで議会の決定を違法であるだろうと述べた。また、 世界が目撃したウクライナでの出来事は、クーデターの例であると付け加え、1930年代に台頭した国家社会主義ドイツ労働者党と比較した。失踪と基礎議会が暫定政権に権力を移す手続きを行った後、プションカ検事総長とオレクサンドル・クリーメンコ大臣は、ウクライナからロシアへ逃れようとしている。宗教警備隊によると、ヤヌコービチ大統領は、 ドネチックからのチャーター便で逃亡を試みるも国境警備隊で立ち止めを受けた。警備員は通関手続きなしで飛行するためにお金を出した武装勢力のグループの一人だと思ったという。ヤヌコービチは走行車に乗せられた後に行方がわからなくなった。ザクハルチェンコ元内務大臣もドネチックから逃亡を試みようとしたが行われることはなかった。2月23日。 代理議長、オレフリアシコは、ヤヌコービチがセバストーポリのロシア海軍基地から、ロシア軍艦に乗り込んで、逃げようとしていると主張した。ジャーナリストのタチアナチョルノボルは、セバストーポリの民間船から実際に逃亡を、試みようとしていると推測している。ボディーガードが法廷で行った証言によると、ヤヌコービチとその家族は、ハルキウからドネツィクに、ヘリコプターで出発し、そこから、 ベルジャーンシクからアゾフ海に向けて車で出発、クリミアのヤルタにあるロシアの2つの離着陸場を経由、セバストーポリに移り、2月23日にロシアへ逃亡したという。2月24日、アバコフ内イム大臣は、ヤヌコービチを指名手配中のリストに掲載し、ヤヌコービチやその関係者により多くの一般人の殺戮に至る事件が発生したと発表した。 2月25日、2013年11月21日から2014年2月22日までの市民の平和的な抗議の間に生じた人道に対する罪のため議会は国際刑事裁判所にヤヌコービチを含む当局者を裁判にかけるよう求めた。同日、ヤヌコービチとザクハルチェンコは国際指名手配された。刑事訴訟の手続きは2月20日。 ユーロマイランのデモ参加者に対する殺人から始まった。ヤヌコービッチ元大統領、アンドリー・クリュイエフ元大統領府長官、プションカ元検事総長、ザックハルチェンコ元内務大臣、ヤキーメンコ元保安長官、スタニスラフ・シュリヤク元国内軍指揮官を含む多数の当局者が容疑者であると宣告された。第一次、ヤチェニク政権も参照。2月22日、ユーリア・ティモシェンコは、 刑務所から釈放され、独立広場には10万人が集まった。議会は、同日にアバコフを内務大臣に任命した。また、プションカ検事総長が、新任投票により追放された。喪服の2日目に当たる2月23日、ロシア語、ルーマニア語、ハンガリー語に、地方言語としての地位を確立させる、言語政策に関する法案が廃案となることに、大多数が賛成したが、 少数派言語の保護する法案が出るまで署名をしないという大統領代行の意向により拒否された。同日、外務大臣のレオニド・コズハラ、健康大臣のライサ・ボガチ・ロファ、教育大臣のドミトロ・タバチュンクが解任され、メスイ・ヒラー・邸宅が国有化された。オレクサンドル・クリーメンこと、プション・カ・検事総長の令状が発行された。議会は新たに裁判官を任命。 ウクライナ公正最高評議会が設置され、また解雇についても改正案が可決された。2月24日、議会は社会政策大臣、ナタリア・コロレフスカと文化大臣、レオニードの僕発行を解任した。ウクライナ国立銀行の総裁もイーホルソーキ金を解任、新たに、ステパン・クビフが就任した。ウクライナ保安長官もオレクサンドル・ヤキーメンコから、新たに、 バレンチェンナ・ナリバイチェンコが就任した。地域党党首のオレクサンドル・イエフレモフは野党の方へ移ろうとしている傾向が見られた。同党は77人の国会議員が数日間で離党している。2月25日、トゥルチノフ大統領は2月27日までに挙国一致内閣を形成するよう求めた。同日、アナトリー・キナフ含む33人の議員が 経済開発等を設立した。2月26日、トゥルチノフは、ウクライナ軍最高指揮官の権利を引き継いだ。2月24日、議会は不死を含む全ての政治犯の釈放を決めた。制約を破るため、ウクライナ憲法裁判所では5人の裁判官を解雇している。議員は、同じ理由で、ウクライナの大統領により任命された2人の裁判官の解雇を提案。 ウクライナ裁判官の評議会に3日以内の臨時会開催を提案した。議会は会見の手順について2010年9月30日のウクライナ憲法の決定を採用、ウクライナ人民大議員大会の意見もあり、有罪だったすべての裁判官に対する刑事訴訟の手続きを始めるよう、検事総長に命じた。2月27日、憲法裁判所裁判官は、 議会決議の合憲性に疑問を呈していた欧州、機関、国際機関に手紙を送っている。同日、ヤヌコービチは、州予算から700億ドルを盗んだとして非難、されている。ウクライナテレビラジオ放送委員会は3月11日、すべてのケーブル事業者に対して、ロシア1、チャンネル1、ネヌ TV、ロシア24などのロシアのテレビ番組を流すのを、止めるよう命じた。 ウクライナのラストレーションも参照。2月26日、エホルス・ボレフは、ヤテニュク政権の中で、ラストレーションの上に委員会を指揮する要候補者として指名された。2014年8月14日に、国会議員は政府職員の取り調べを行う手続きを確立した、新法案を採択した。ヤヌコービチ政権の政府関係者の取り調べに関する、 法の影響を受けた人物は100万人に及ぶ。ハリコフ人権保護団体員のボロディミール・ヤホルスキーは、これは不合理であると述べ、人権侵害に当たるのではないかとの懸念を表明した。ウクライナ保安庁は、元情報機関部長のボロディミール・バイクを逮捕した。2014年7月3日、ミコラ・アザルフ元首相が、権力乱用の疑いがある国際テキリストに、 掲載された。ユーロマイダンを、ヤヌコービチ政権の当局者、地域と所属議員8人の自殺が判明した。ニューズウィークは、一般検察庁の事務所を訪ね、死者についての情報を尋ねると、国家機密であるとして、回答を拒否されている。ニューズウィークはこのことについて、驚異的であるとの反応を示した。後ほど検察が、死者のうち4人が殺人として捜査されていると述べた。 5人目の死者である検察官、セルゲイ・メルニュークの殺人容疑で容疑者が逮捕されている。2月18日16時、キエフ地下鉄はテロの危険性があるとして運行を停止した。2月20日10時、ユーロマイランの活動家たちが総合技術学院駅を訪れ運行の再開を要求している。キエフ州統治機関を務めていたイヴァンサリーも地下鉄の再開を求めている。 16時、チフスキーは、ポズニアキー駅からペシェルスカ駅に向かったトリビウスカ、ガセータは報告した。政府は高速道路、鉄道を閉鎖した。2月24日に、独立広場駅の再開により地下鉄は、完全再開した。2月25日、アバコフ内務大臣は、ベルクト解散の法案に署名した。3月、ロシアはロシア内務省に加えられたように、 クリミアベルクトとして名前が残ると発表しているキャシー・ヤングによるとアンチマイ、ダンの革命に対する抗議では路上に貼られたポスターやインターネットの記事、集会の演説、公演でさえも新政府を裕福なユダヤ人の利益を守るためにウクライナ人を利用しているというユダヤ系の排他的集団として非難、革命をシオニストのクーデターとして描いたというウクライナ東部 南部、ドネツィクにて、震動派の抗議者オデッサ通りを更新する、震動派の活動家2014年における、震動派によるウクライナに対する行動も参照。2月22日、親、ロシア・ウクライナ表面団体は、ウクライナ南部及び、ウクライナ東部で会議を開いた。主催者のアンドリー・クリュイエフは、同団体は、準同名地域の連邦議会との議論を意図したもので、あると述べた。 野党の案が議会によって可決された後、ヤヌコービチは、キエフからハルキウへ訪れ、前日の会議に出席している。ユリー・ルシェンコが報告したように、2月22日深夜0時以降、ウクライナ保安庁は、分離主義を主張している、ハルキウ州知事、マイク・ハイロ・ドブキンとハリコフ市長ヘンナディ・ケルネスの、訴訟手続きを進めている。しかし、内務省は、 ケルネス市長とドブキン知事がロシアに逃亡したと報告している。2月22日、ハルキウの南部、東部の議会では国内における憲法及び秩序保護の責任を負う準備ができていると宣言する決議が可決された。最近キエフで起こっている出来事が中央政府を麻痺させ国を不安定にさせているのだと議員は述べている。また議会の権限について 拒否する声明に署名している。2月23日、議会は少数民族言語に関する法律を撤回する法案を可決した。大統領が署名した場合、法案はウクライナ語を、ウクライナ唯一の公用語として確立されたとみられる。クリスチャン・サイエンス・モニターはこの法案はロシア語話者の不満を募らせるだけであると報じたが、ヤヌコービチ政府を打倒したキエフにおける、 反政府デモがウクライナの国家主義を意図しているのだと見ている。2月28日、トルチノフ大統領はこの法案に対して拒否している。2月23日、ハルキウで数千人の親政府派と反政府派が逆行している衝突が発生。ケルネス市長は市議会に入ろうとした際に妨害されている。ウラジーミルレーニンの銅像は、振動派の抗議者により見張られていたが、 中政府は2月25日に銅像を解体することを発表した。2月24日、アバコフ内イム大臣は、ハルキウに拠点を置く反ユーロマイダン組織をプロットの指導者であるイェブヘンズイリンによる刑事事件が発覚したと発表した。3月1日、ハルキウとネツィクシンフェロポリオデッサルハーンシクメリトポリ、イエウパトリアケルチマリウポリで数千人が新政府に、対して、 抗議活動が行われた。4月に行われた公式調査では、ウクライナ東部の大半の人が新政府全体は違法であると考えていた。また、トゥルチノフ大統領についても回答者の半数が違法と回答しており、ヤチェニク首相指導の中央政府に関しても同意見であった。ヤヌコービチは、 法で認められる限りの大統領ではないと回答した人は70%近くに上っている。クリミア・ウクライナの騒乱が発生してから、クリミア半島ではロシアにより編入されている。2014年3月1日、ロシアのプーチン大統領が合法性や平和、法と秩序、安全性の確立、ウクライナ人守護のために軍隊を送るという書簡をヤヌコービチに送った。 同日、クリミア危機のためプーチン大統領は、ロシア議会に、ウクライナに軍を配備するという要請をしている。結果、ロシア軍は、ウクライナ南東部、クリミアに配備され、3月2日までにクリミアは、ロシア軍の完全支配下に置かれた。ブロディにある、陸軍司令官のミハイルク・トゥーゾフの記念碑が、破壊された。ユーロマイダンの抗議者により、少なくとも、 レーニンの銅像25体が破壊されている。ウハセクターは大半の記念碑を破壊しているとして非難されている。約400人が銅像の破壊行為に関わっている。ウクライナ西部の都市ストリーではソ連兵士を称賛する像が破壊されている。2013年12月,2月28日、ドニプロで第二次世界大戦で戦った赤軍を忍ぶ記念碑と アフガニスタンで戦ったソ連軍を忍ぶ記念碑が破壊された。ロシア外務省のツイッターはソ連ロシアの記念碑の破壊をする反ロ的行動に怒りの感情を表し記念碑破壊の行動を止めるよう要求した。2014年3月3日時点でユーロマイダンの抗議者により占領された政府関連施設2月18日からユーロマイダンの 活動家はいくつかの州政府の建物を占領している。2014年3月、国際通貨基金は、ウクライナの安定化を図るために32億米ドルを調達した。欧州連合はウクライナに対して、最近署名されたウクライナ欧州連合協定下で、約束された16億ユーロの取得のため、国際通貨基金に資金援助を確保するよう求めている。 2014年2月19日、欧州サッカー連盟は2013年の14年の UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメントの会場をキエフにあるオリンピスキスタジアムからキプロスのニコシアにある GSP スタジアムに変更した。理由としてキエフの暴動を挙げている。ディナモキエフと対決する他のサッカークラブは試合前、キエフで犠牲者のために黙祷し、 選手は悲嘆の腕章を身につけながら演奏した。2月25日、2013年から14年の、2月26日、2013年から14年の、ウクライナプレミアリーグの第2部が、国難により中止された。3月3日、アメリカとウクライナのハルキウで行われる、親善試合の会場がハルキウで行われる予定だったが、ハルキウ州の危険性が懸念され、 ニコシアに変更して行われた。HC ドンバスの KHL 優勝決定戦の会場は、ドネツクのドルズイバーアリーナからスロバキアブラチスラバのスロブナフトアリーナに変更されたウェルホーブならだ2月20日、議会は16時に再開され、23時まで機能した。議員は、ウクライナの民間人の死につながった暴動に対する、非難を表明する、法案を採択した2月21日朝。 ライバック議長はウクライナにおける暴動を非難する決議に署名したと発表した。政治家の反応地域を利用した証明である。2月18日、無実の人々は無法地帯の武装勢力の手であめられた。野党指導者や変更メディアは認めようとしないが、これは平和的な抗議とは言えない。これは内戦の改戦と言えよう。国際機関、ありがとうございます。